皆さんこんにちは。 OB クラブ公式 YouTube チャンネルベースボールペディア2月のキャッチャー部門です。担当します谷重です。よろしくお願いします。新高円寺にあるセノンスポーツゼロからお届けさせていただきます。じゃあ次は、まあ配球はね、やっぱりまあ今日はねこういうので説明しましたけど、すごく伝えるのが難しい分野ですね、これは。だから実践の中でいろいろやっていかなきゃいけないですし、今回はキャッチャーということで、次はキャッチングですね。キャッチング、まあ僕これ最後の年に使ってたミットですけど、まあいろんな、そのいろんなというか、キャッチングにそんないろんなっていうのはないんですけども、まあ基本的な、キャッチングとして、まあ僕は昔はね、よくこの肘からこう回せっていうふうに、こういうふうに言われてたんですけども、これってどうなのかなっていう、すごく難しいんですよね。で僕はこの肩から、肩ですね、まあ大きい筋肉、肩から動かすとすごく幅も広がるし、強いボールにも負けない。小手先でやっぱり150キロ、ね、ぐらいのストレート受けようと思うとかなり衝撃きますから、それを受けるためにはやっぱりこの大きな筋肉を使った方が受け止められるっていうことですね。であんまりガッとこう力を入れない、基本力を抜いておくっていうのが基本的なんですけども、あとはキャッチング、よくね、取れと言われると思うんですよね。取るんじゃないんですよね、キャッチャーって。受けるんですよ。だから受けるっていうことは、こうボールが来る、ボールが来るのに対して取るっていうのはこういうふうに、これが取るですよね。受けるっていうのはこうなんですよ。でやってもらいたいのは、あ、すいませんね、ボールが、まあ、ピッチャーの方から来ます。受けろっていうのは、取れっていうのはこういうふうに取るということですね。で受ける、キャッチャーっていうのは受ければいいんです。で皆さん、この力を手にね、グッとこう力を入れます。僕こう力入ってます。でこれにボールをぶつけても力が入ってるから閉じないんですよ。で閉じようと思うと力を入れないといけない。でもじゃあ硬いものにこうやってやると跳ねますよね。じゃあ柔らかいところに、まあこれここテーブルよりもこっちの方が柔らかいですね。羽が絶対少ないんです。ということは体も一緒でですね、ミットも一緒で、ここでどれだけ力を抜いとけば、力を抜いとけば手に入っ当たった時に手が締まるんです。ということはミットを持っても一緒なんですね。こうやって力を入れとくと、締める時にタイミングが合わないと芯に入ってこないんですよ。でも力を抜いとくと、ボールが入った瞬間にミットって締まるんですね。その感覚をやってもらえれば、だからキャッチボールの時とかでもこれできるはずなんですよね。だから向こうからボールが来ます、みんなボールが来たらこうやって取りに行きます。こうじゃなくて、来たら力を抜いといて芯に入った時にポンとこう勝手に締まる、これがキャッチング、うまいキャッチングです。そうすると、この辺の力が抜けて、よくミット下げるなとかね、みんなあれ下げるなじゃなくて下がっちゃうんですよ、取りに行くから。だから取りに行かなくて、受ければ自然と、でここで受けるようにすると自然と動かなくなります。で今フレーミングとかね、そのなんかかっこいい言葉はついてますけど、あれってじゃあなぜフレーミングするのかっていうことですよね。ボール球だからフレーミングするんですよ、キャッチャーって。ボール球をちょっとでもストライクって言ってほしいから、こうやって中に入れる、中にね、ストライクゾーンの方に入れるっていうことは、じゃあ動いたらもう審判は、あ、ボールなんだなって思うんですよ。審判も人間ですから。じゃあ動かさないのが一番いいんです。まあ、来たところに対し、来たボールに対してそこで止めてあげる、止めてあげる、止めてあげる、もうこれが一番ベストな、ノーマルなキャッチングだと、これは僕は思ってます。だからフレーミングの上手な、まあ僕もね、あの本当にこう気合が入って、まあ、気合が入ったとか力が入った時とか、試合によってね、こうカッとこうやってたことはありますけども、基本的にブルペンでは一切僕は動かさない、そういう練習をしてました。それはなぜかっていうと、審判とのその信頼関係っていうこともあるし、その
ピッチャーに対してピッチャーってやっぱりストライクって言ってほしいねっていうところはあるんですけども、でも僕はピッチャーにはいここに投げましたよっていうことを知らせてあげるっていうことを意識しながら僕はキャッチングしました。であと低めのボールをがこう下がっていくっていう、ね、難しい、ここは難しいんですけども、これも言った通り、ここの力だけで取ろうとするとどうしてもこうやって下がる。じゃあミットの面が審判から見てですよ、ここの面が見えてるっていうことは審判から見るとここで取ったんだなっていうふうに分かるんですよね。分かるっていうか見やすい。でもこの面がこういうふうになったらどうですか、低く見えるんですよ審判から見ると。だから低めのボールをこういうふうに取ったら本当はここなんだけどももうちょっと低く見えちゃうっていう、この面でね。だから、まあ、できれば低めもここの面をなるべく審判に見えるような形でいくと、このボールがどうしてもピッチャーの方に見えるはずなんですね。こうやって大体のキャッチャーがこうなるんですよ、こっちにこうなるんです。だから、まあ、ゲームの時にはなるかもしれないんですけども、練習の時にはなるべくピッチャーにボールを見せてあげるっていうことを考えていけば、このこういうふうにねうまくキャッチングができると思います。で、まあ左ピッチャーのインス、こっちに入ってくるボールですね、これは、まあ、こう取る、こう取ってもいいと思うんですね。いいんですけども、これがこう流れないようにすれば何ら問題ないと思います。あの脇が空いてもちゃんとここで止まるんであれば、まあ、できればこれぐらいの角度で取ってもらうのが一番、だからこうですね、こういうふうになるのが一番いいと思いますね。最初に言った取るじゃなくて受けるっていうことは、次のその、まあ、スローイングに対しての流れ動きにもすごくこう関係してくるんですね。取りました、取って手を当てるか、取ってこれを持ってくる、この距離があるでしょ、ありますよね、この距離が、こう持ってこなきゃいけない。じゃあこの距離とこの距離だとこっちの方が絶対、まあ、どう考えても近いわけじゃないですか。じゃあこの距離でランナーって一歩なんですよ、この距離を動かすのにね。だからキャッチング受けて自分の近いところで取って右手に渡して投げていくっていう、この本当このたったこれだけの距離なんですけども、まあこの勝負をプロの中ではやってるっていうことですね。だから僕は教わったのはもうとにかく体の近いところで取って次のスローイングに移っていくっていうね、ここをはやってましたから、取るんじゃなくて受けるっていうことを考えて、でこのね、まああとはさっきの戻るんですけども、なぜ力を抜くかっていうと、ミットって力を入れて取るとどうしてもちょっとそのポケットってありますよね、ミットの。ここを外れるとどうしても次の動作に行くときにジャックルしやすいんですね。まあ感覚の中で、芯に入っているとどうしてもうまく右手に持っていけるんですけども、やっぱり芯から外れているとどうしてもこの辺でどこにあるんだっていうふうになるんで、ジャックルしやすいっていうこともあります。だからとにかく、キャッチングは力を抜いて、受けるっていうこの言葉でやってもらいたいと思います。今キャッチングからそのスローイングに移るところっていうのは、まあ、ちょっとしか今日はね話はしてませんが、まあ、下半身の足の使い方ですね、足の使い方も今日はまあこういうねなんかあるんで、ちょっと絵心はあまりないんですけど、こうかこうですね。でキャッチャーの、まあ、座り位置ってここですよね。でここに右足左足があります。これ右足左足ですね。で、まあ、最近少し左、まあ、最近っていうか、まあ、僕もそうなんですけども、教わったのは、まあ、やっぱり左足を少し前にやってこの斜めの形を取りながら、でも、まあ、体も少し、まあ、斜めにして、取った瞬間に左肩をこう中に入れながら、左肩を入れながらこの右足をですね、よく みんなこっちに引くんですよ。どうしても左足の後ろに引いちゃうと
どうしても力って前に出ないんですね。だからこの右足はここに出すようにしてください。左足の横あたりに。そうなると前に行きますから、下半身の力がちゃんと上体に伝わって、正しいスローイングができるようになるんで、で左足をここに持ってきますよね。スロー、まあ、こっちに投げますから。だから右足は左足の横ないし、まあ、自分の右足の前あたりに出して、体を入れてまっすぐ投げていくっていう、まあ、これが基本ですね。で、まずこれはまあ最初大きく、ポンこういう、はい、右足出して入れて投げるっていう、まあ、これはゆっくりやって最初はね覚えるまでやってもらっていいと思うんですけども、まあ、最終的にはちっちゃく早く、ちっちゃく早く、まあ、これが言葉で言うといいと思います。ステップをちっちゃく早く動かして、早く離すっていうことを考えてやっていただけるといいと思います。